改め大砲型艦型、図改め大砲型航空母艦は、太平洋戦争中に日本海軍が計画した大砲の改良型航空母艦である。改め大砲型は、改め5計画で5隻の建造が計画された航空母艦である。計画番号 G15。当時の文章には、130号艦改めとの表記が見られる。130号艦とはすなわち、 大砲のことである。大砲と同様の装甲空母であり、攻殻砲2機の増備、水中防御の強化、船体、飛行艦板の延長などの紹介量が予定されていた。搭載機数は大砲とほぼ同じ61機だが、これは艦上戦闘機烈風や艦上攻撃機流星のような大型機搭載時の場合であり、75機は搭載可能とする資料もある。 飛行艦班の走行部分は前後の昇降機の間と最低限発艦に必要な部位のみに止まっている。飛行艦班防御の走行圧や機関全般のスペックは大砲と同じである。1944年から1945年に、飛行され1947年から1948年に、巡航する予定であったが、ミッドウェイ海戦による空母の損失を埋めるべく、 より後期の短い運流型の建造が優先され一番艦である5021号艦の気候は昭和19年にずれ込んだ。このことは運流型では反映できなかったミッドウェイ海戦の戦訓を改め大砲型に盛り込むことを可能としたが昭和18年8月の第三戦備計画の策定により5隻とも建造中止となった。この後に日本海軍が計画。 設計した空母は、簡易設計の G18 型やタンカー改造のトクトルコリラ型のみであり、結果的に改めた違法型は、日本海軍が設計した最後の本格的空母となった。出展はいずれも、丸2011年6月号より、出展はいずれも鈴木 P258 より、軍艦基本計画資料シート11では18を、打ち消し線で消して24と書き換えている。 軍艦基本計画資料 S11 戦前5計画で計画された G14 型が、長母上同大の3万トン級と伝えられるため、同計艦と誤解されるが、実際の G14 は、排水量4万5千ないし5万トンの巨艦であり全くの別物である。a b c 丸2、ABC、0 1 1年6月号、鈴木 P258AB 日本の航空母艦パーフェクトガイド P103。 その搭載機は、昭和17年11月28日、航空本部作成、現状報告資料建造中の空母の中では、ハット ABCDEFGHIJKLM、軍艦基本計画資料シート11、日本海軍全艦艇史使用艦艇用目標 P44? 日本の航空母艦パーフェクトガイド P103。海軍造船技術概要。 P269ABCDEFG 日本海軍全艦艇士主要艦艇用目標 P44ABC 海軍造船技術概要 P29602011 年6月号ピアニッシも104から105掲載の一般に総図でも22機が確認できる日本の航空母艦パーフェクトガイドピアニッシも102から103掲載の 5024号館一般偽装図、館内側面図、軍艦基本計画資料シート11、ありがとうございます。